ワワンンデイワンシネマ第111回は1933年アメリカジョン・クロフォード・クラーク・ゲーブル主演の「ダンシング・レイディ」こんにちは詩人・牧村・紀村こと大久保弘典の映画の部屋、えー、この映画ね圧巻のレビューシーンえー、っとこれ 93分かなの後半に出てくるんだけれどすっごいですこれ見るだけでも素晴らしいえっとこの映画何で見たかっていうとさえー、っとパートナーがえクラックゲーブル特に若い頃のクラックゲーブルがセクシーで大好きなんだそうですよで僕はさ えー、むしろあの「アラウマと女のクラークゲーブル」とかああいう渋いところが好きで「うん風と共にされるの」のゲーブルっていうのもちょっとなんかやったらしい男だなみたいに思ってるんだけどそこがセクシーらしいでえー、っとまあストーリー的に大したことはないんだけどまあ楽しめましたでうん「ジョン・クロフォードねこの人の顔すごいよね」で僕は えー、原節子にそっくりだと思ったんだけれどどうでしょうかん原節子ってあんま好きじゃないんだけどさ <laughs> えっとうんジョン・クロフォードといえばさあのベティ・デイビスと共演したあのジェーンに何が何がジェーンに起こったかあ,あれも面白い映画だったけれどあのジョン・クロフォードと、えー、ベティ・デイビスのこのすごい演技のやり取りね えー、姉妹の革新っていうのがあってあの映画も面白かったですねえー、っとうーんそうそうそうそれでね言ってたんだけどさそのレビューのシーン見てねパートナーが言ってたんだけどこんなさ戦前にさこんなすごい映画作る国とさ日本がよく戦争したもんだって言ってて私も納得しました。 あそうそうそうそ,うそれで、あのー、当時ブロ,ブロードウェイでも、あのー、有名だった、えー、フレッド・アステアアステアの映画デビュー作でもあるんですあ、えー、上映時間は93分ではなくて92分ですね、えー、ジョーク・ロードは、えー、クラーク・ゲーブルと計8本の映画に共演し一時期は えー、彼と不倫関係にあったと言われております、えー、っとその後その後のその後ぐらいかな、えー、何度か結婚してて、えー、ペプシコーラの社長とも、えー、結婚しており、えー、っと例の「何がジェーンに起こったか」で共演したベティ・デビスからは「えー、ペプシコーラの宣伝マン」みたいな、えー、悪口を、えー、言われてたそうです。まあ、とにかくねこの レビューシーンというのはさこのスチールではあまり紹介できないけどすごく素晴らしいんでぜひご覧ください、まあ、とにかくこの頃の何て言うのかなこのあるウッのモノクロ映画はなかなかいい、えー、本当に楽しめるストーリーは出したことないけど本当に楽しめる映画です映画は僕らを夢の果てまで連れていく ではまた